ピースムーブ横田中井です。今日はパピースフェスティバル2016風が強いですけど三笠公園に来てます。今日はちょっと広くお休みなんですけども、おはようございます。ピースフェスティバルです。ピースフェスティバル、はい、Peace in the world. Ah. Okay. Good. Thank you. Bye bye.サザエのつぼ焼きですね。東京と私も国宝線ワインっていうのもあります。風の音聞こえますか？サザエのつぼ焼き、サザエ200円です。はい、後で食べます。美味しそう。あ、美味しそう。牡蠣だけじゃないな、アジの干物もある。あ、こういうのもありますね。核兵器の廃絶と平和な世界の実現を目指す高校生1万人署名活動っていうのがあるんですね。こんにちは。ピースムーブ横須賀と言いまして、横須賀市で平和の活動をしています。ピースムーブ横須賀の中井と申します。今日はお疲れ様です。もし映してよかったら映しても平気ですか？顔はあんま映さない方がいいですか？本人次第ですけれども、どのような状況のあれで使うか、インターネットで生中継してます。じゃあ声だけにしましょうか。声だけにお願いしますか。じゃあどうしようかな。どんな署名お願いします。どんな活動してるんですか？高校生をジュネーブへ送ろうという署名をしています。高校生を、はい、核兵器を廃絶するために世界に向けて発信してもっていう時で、そのために高校生をジュネーブの国連に送ろうという活動をしてます。長崎の高校生が中心となり、被爆地の願いを世界に届けることを目的に高校生平和大使の取り組みがスタートし、19年目になります。ああ、これ聞いたことありますね。ずっと長くやってるやつですよね。はい、そうです。あの代表の生徒が、そうです、ジュネーブへ向けて、その、はい、署名そうですですか。はい、お疲れ様です。今日はどこからいらっしゃったんですか？今日は横浜から来ました。横浜からみんなお疲れ様です。ありがとうございます。頑張ってください。はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、ですね、はい、ちょっと待った、私ガンさんです。ピースムーブ横須賀の幽霊部員のガンさんです。幽霊です。昨日朝霞に行ってました。朝霞みたいですね。お疲れ様です。手伝いに行ったんだけど、朝霞に行って、はい、オスプレイに行くと、はい、あとキャンプ様のブラックホーク3機が午前中ね、はい、朝霞中東に中心に、はい、まあ4回オスプレイ4回、ブラックホーク3回、
あのぐるぐる回ってたんで、それを撮影して撮られた、はい、学校ですね。はい、ちょっと大変です。で、非常にうるさかったですね。戦闘機みたいに残響は残らないんですけれど、あのオスプレイが通過した時にあの野球場のアナウンスが完全にかき消されました。そのぐらいうるさかったんですよ、はい。でその後に行ったぐらいですけれど、自衛隊の、ヘリコプター部隊のね、大編隊が、浅香駐屯地を通過していきます。で、今日その浅香駐屯地で、陸上自衛隊観閲式に行って、安倍首相、将軍閣下が、陸上自衛隊の日頃の活動を、披露するというね、まあ、そういう企画があって、今日それで、祝賀飛行ということで、オスプレイと米軍のブラックホークが去年ね、あのピースフェスティバルの後に、その日は海上自衛隊の観閲式っていうのがありまして、その時は、安倍晋三が、あれですね、初めて原子力空母ロナルド・レーガンの航行中のやつに乗ったということで問題があって、さらにその1時間半前に格納庫の中で、まあ、軍用機がね火災を起こしたというね。そうでしたね、はい。まあ、そんな非常にあの危険な、日にピースフェスティバルというのはいつも重なっているというね、おめでたいんだかおめでたくないんだかというような複雑な日です。はい、今日はじゃあ一緒にいろいろ回りましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにママさんたちのパレードって何時ぐらいに来るんですか？お昼にはああ10時から始10時ぐらいから始まると思うんで、そんなに、時間かからないと思うから。どっちから入ってくるんですか？わからないな、うん、わかんないよね、うん。でもだってそんな何時間もかからないじゃない？30分かからないはずなんだけど、だから10時何分からだったかな、うん。そう、もう少し経ったら来るんじゃないですか。さっきあの大村さんとネギさんは来てましたよ。あ、話しました。あ、話しました、うん。だから、そうね、ちょっと顔出してまた行ったのかもしれませんね。ね、うん。はい、ということで、私ちょっと11時から、船に乗るんですよ。船の中に行って、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、あ、落ちちゃった。はい、ちょっとお願いします。はい、かかりたい。めっちゃかかりたい。これこれこれ。これ見なきゃいけないんだった。ほら、ここ。ここに地図が入ってある。ほら。後でもらわなきゃね。今もらわなきゃいけなかったよね。今日は波がこのキャビン越えてきますから、はい、しぶきが。本当ですか。はい、その
夜のガラスのあるところか1階の方にお願いします。本当動き始めると下に行くの大変ですので。あれも下行く、下行く、かぶっていいってことですか。危ないなと思ったら中入る。私もそうします。だって今はね、気持ちがいいねえ。出た時にはもうかぶっちゃってないですか。それ遠い、もっと前に来たらどうですか。
の郊外に出ます。で今日は北の方から波が視界に高くなって横須賀に来る頃には結構大きな波になります。しかも向かう風でしぶきが大きく上がりますので十分注意してください。来ましたよ来たアトラクション風になってます。左手前方の方に管制塔が見えます。あの羽田や成田にあるような高い管制塔ではなく地上にへばりつくような1階建ての建物ですけども、管制塔がありヘリコプターの発着場になっています。このヘリコプターの発着場に沿ってオスプレイという新型の可変動画のヘリコプターであり飛行機であるというそういった新型飛行機が着陸しました。しかしこのオスプレイという飛行機は開発段階で多数の死者を出し実用段階に入っても何回も死亡事故を起こしている非常に危険な船で危険な飛行機でこれがたびたび横須賀に来るようですと私たち横須賀市民あるいはその周辺の人にとって危険な状態にさらされるわけです。このオスプレイという飛行機は普通のヘリコプターよりはかなり小さいローターとなって垂直離着陸をしなければなりません。ですからプロペラローターの回転を高回転にさせますし揚力を発生させるために大きなエンジン出力を必要とするわけですが、かなり性能ギリギリのところで運用しているために余裕がなくなり、どこか故障が発生すれば安全に着陸できず飛行を続けられる墜落してしまう、そういった運送装置です。すごいですね。でこのヘリコプターの格納部から右手の方にも大きな米軍家族住宅がありますが、その間が不必要に空き地になっています。ここがなぜ空き地かと言いますと、あそこに PCB の混ざった土地が土がばらまかれているんです。 PCB というのはアメーバ現象を起こしたように人体にとってとても有害なものですが、ここにPCB が混ざった土地が捨てられています。なぜ PCB が混ざった土地が土があそこに捨てられたかと言いますと、20年以上前にアメリカ海軍が12号バースという空母が停泊する岸壁に新しい船を止めるための杭、キングポストというものを作ろうとしたときに建設のために土地を掘っていたときに油混じりの土が出てきました。その油が何の油なのかを分析すると VCB オイルだったわけです。
その PCB の油の由来については旧日本海軍のものだったのかアメリカ海軍のものだったかはっきりしませんが、変圧器のトランスの絶縁油などさまざまな目的に利用されているのがこの PCB 油だったものです。有害な PCB 油が混ざった土が出てきたために元のところに埋め戻そうとしましたが、掘り返すときは重機などを使ってガリガリ力任せに引っかきますが、埋め戻そうとすると面積が増えていて同じ穴に埋め戻せなくなってしまいました。埋め戻せなくて残った土地をどうしたかと言いますと、先ほど見た空き地にばらまいてしまったわけです。確かに環境基準には触れない程度の濃度ではありますが、全然ないよりは明らかに害がある土、そういったものがあの空き地に捨てられているため、いかに人権無視のアメリカとはいえ自分たちの身が危なくなるところには住宅を建てていないわけです。今船の正面前方に見えるのが吾妻島で、吾妻島の手前を左に入っていくと横須賀本港になります。今日はスケジュールの関係で横須賀本港には入れませんが、横須賀本港に入っていくと米式の空港ロマルコレーダーが停泊する12号バースあるいはさまざまなイージス巡洋艦駆逐艦が停泊する桟橋が並んでいますが、そちらには今日は入れず、長浦港の自衛艦が停泊する港の方に向かっていきます。示したときには、防
らず逆方向の磁気を与えてゼロに近づける。そうすることによって彼が持っている磁気が減り、磁気気合に反応しなくなるわけです。鉄ができてくるというのは簡単に磁気を帯びます。エンジンのボトンという衝撃、あるいは波にバシャンと叩かれた衝撃によっても磁気を帯びます。皆さんの中には科学の実験で鉄でできた針をバーナーなどで熱し、それを急に水の中に落とすと針が南北を抜く本パスのような磁石の役割を果たすという実験を、最大経験をお会いの方もいるかと思います。そういったふうに鉄というのは磁気を帯びやすく、その磁気が蓄積してどんどん大きくなるのを狙って磁気機械が開発されたわけですが、軍隊としてはその磁気機械から逃げるためにこの小磁石を使うわけです。この小磁石と集まりの間はご覧の通りほんの数百メートルしかありません。この狭いところを長さ300メートルをちょっと、排水量10万トンという大型の車がご覧に入りしていくわけです。本島の一番奥の方には海上自衛隊の護衛艦が止まっており、その左手の方に米軍のイージス艦なども止まっていますが、薄燃えがかかっていてちょっと識別が難しい状態です。一番奥に見える空母のようなシルエットが見えますが、おそらく海上自衛隊のイズモだと思われます。このイズモという船は甲板が200メートル以上ある、非常に大きな飛行甲板を持った船なのですが、海上自衛隊はヘリコプター搭載護衛艦という呼び方をしています。なぜヘリコプター搭載護衛艦かといいますと、昔自衛隊が持っていた対戦ヘリコプター3機を搭載する対戦ヘリコプター搭載護衛艦シラムという船の代わりに作った船なのです。ヘリコプター搭載護衛艦の代わりを作った船だから、この船も対戦ヘリコプター搭載護衛艦だ、そういうふうに言っているわけですけれど、船の艦首から艦長まで通ずる全通甲板を持ち、長さ200メートルもの飛行甲板を持っている船を護衛艦と呼んでいます。しかも搭載武器を見れば大砲とかは持っていないわけで、対空武器としてのバルカンファランクス、あるいは対空ロケット弾発射機程度の武装しか持っていないため、これまで言われてきた護衛艦としての能力は非常に貧弱なもので、やはり航空機運用能力に重点が置かれた軽空母というのが一番ふさわしい名前のわけです。
この空の左側に見える一番近い銀色に燃えたタンクは海上自衛隊の燃料タンクです。海上自衛隊はディーゼルエンジンの防艦、新しいガスタービン艦のエンジンに使う燃料、あるいは搭載しているヘリコプターに使うジェット燃料、全部さまざまな燃料を保有して保管しています。この島自体は米軍の東島地区で、この島に米軍は39万キロリットルという膨大な量の油を貯蔵しています。それらは半地下式の石油タンクで、外側から石油タンクとしての外観を見ることはできません。その石油タンクに油をどのように貯蔵するかと言いますと、船の左側にオレンジ色と白の相当カラーの船が見えますが、あそこに大型タンカーを接岸し、島に一時貯蔵します。そしてそれを目の前にあるような小さな船に積み替えて、すぐにあるいは八戸などの別の貯留施設に運んでいく、そういった作業を行います。船の右手に見える、右手前方に見えるところが裏側弾薬庫です。この裏側弾薬庫は20万平米というかなり小さい弾薬庫です。池子弾薬庫の広さは200万平米と言いますから、池子の10分の1の広さになります。しかし池子弾薬庫が現在は米軍住宅などに使われているため、アメリカ海軍が必要とする爆弾、ミサイル、それは魚雷や様々な武器から小さな小銃の弾まで全部この裏防弾薬庫に貯蔵されています。そしてこの裏防弾薬庫に2つ目の核兵器が持たれています。2つ目の核というのは劣化ウラン弾です。鳥島に大量に撃ち込まれて劣化ウラン汚染が問題になりましたが、その後アメリカ海軍は劣化ウランは現在艦船には搭載していない、陸上保管していると公表しています。その陸上施設がどこであるのかは公表していないため、この裏防弾薬庫に劣化ウラン弾が貯蔵されている可能性もあるわけです。船の右と前方の方からさまざまな艦船が見えてきました。船の形からすると海洋観測艦です。予選段階の船で海洋観測艦というのは海の中の立体地図作りをする船です。海の地形、海の高級さ、潮流の向き、速さなどさまざまなデータを集めるわけですが、それらのデータを軍事目的に利用します。敵の潜水艦を待ち伏せるとき、どこで待ち伏せていれば敵に発見されずに先に攻撃することができるか、あるいは地雷
材を不足するときにどこに機械を仕掛ければ敵がそれに気づかずにどんどん近づいていって爆発して被害を受けるか、そういったことを効率的に行うためにこの海洋観測艦が使われるわけです。これも左手の今すれ違うのはトライアングルが毎日運航している軍港見学船です。左手に手前の船の階から見えてきたのが総海母艦です。実はこの総海母艦裏側という船は総海母艦としての任務の他に機雷を落とす機雷の不設任務があります。真ん中に大きな扉がありその両脇に上下2段合計4つの扉がありますが、あの4つの扉から機雷を落として不足することができるわけです。真ん中の大きい扉は機雷処分具という機雷を取り除く道具をあそこから引き出しヘリコプターで引っ張って機雷を相当します。ヘリコプターで引っ張るためもし機雷が爆発しても人的な被害が発生せず道具が被害を受けるだけで済む、そういった考え方にのっとってこの総海母艦機雷不設艦裏側が運用されます。裏側の左手の方にも何隻も船がありますが総海艇です。一隻後ろ向きの船がありその左に604、601とありますがこれらの船が総海艇です。この総海艇が船体が強化プラスチックでできています。鉄でできていると先ほども出ました磁気機雷に見つかってしまうわけですが、磁気機雷に見つからないように船体を強化プラスチックあるいは木で作ることによって磁気を発生させない磁気機雷に近づいていってその危険な磁気機雷を掃除するそういった仕事に使われます。ご覧のようにかなり小さな船ですがこんな小さな船がペルシャ湾までわざわざ自力で走っていって機雷の掃海作業に従事しました。普通ペルシャ湾までの、ね、長期航海には大型の貨物船に掃海艇を丸ごと乗せてそれでもって現地について海に下ろすのが通常の運び方ですが、あのペルシャ湾への掃海艇派遣の時には日本から掃海艇が出発するぞというそんな写真を撮らせたいためにこんな小さな船で丸々ペルシャ湾まで海を行ったわけです。船の右手に番号がついていない船が2隻ありますがこれが掃海艦です。右手の後ろの方に303という船がありますがあれが同じ形の現役の掃海艦で手前の2隻はすでに退役した掃海艦です。この船を目を凝らしてよく見てもらいますと木を積み重ねたようなラインが見えると思います。木でできているわけです。掃海艇と同じように磁気機雷に近づいてその掃海作業を行わなければいけないため
磁気を発生させないように船体を木で作っています。この掃海艦のことを前進したオーチャン、こういう型を掃海艇と言います。それに比べて先ほど見た小さい掃海艇のことをエドースシー、マインスイーパーコーストというふうに呼んでいます。大きさの違いとか乗せている広い処分での違いなど、いくつかの相違点があります。海洋観測艦の名前が後ろからだと読めます。手前が日南、奥側が湘南になっています。右手に見える丘が吾妻島なわけですが、吾妻島の手前のふもとを海上自衛隊が使っています。どんな部隊が使っているかと言いますと、水害整備所という部隊が使っています。水害整備所というのは嫌い、あるいは魚雷の魚の整備調整を行う部隊の部隊です。で、吾妻島と右の陸地の間に狭い水路がありますが、アワンドリ水路と呼ばれる水路で、大昔は陸自体になっていたところ、旧日本海軍が水路を掘って、アワンドリ水路を作ったわけです。このアワンドリ水路を使って、本島の奥側と長浦島の奥側を小型船が行ったり来たりできるようにしたわけです。右の吾妻島の水害整備所の左側の方に細長いものを積み重ねたところがあります。細長いものが各地の武器を格納する容器、コンテナ、あるいはキャニスターなどと呼ばれるもので、中にスタンダードミサイル、対戦魚雷、対艦ロケットなど、さまざまな武器をそれらの形の容器に格納しています。船の左手にモーテルのようなかなり綺麗な建物が見えます。あの綺麗な建物は横須賀市のリサイクルセンターです。ここで焼却は行いませんが、分別を行い再利用できるものを選択する、そういったことに使われているリサイクルセンターです。そのリサイクルセンターの右側の窓のほとんどない建物が見えますが、あれが日産自動車の完成車の収納場所の倉庫です。手前の岸壁に自動車運搬船がつき、日本国内の別の場所、あるいは国外へ船を輸送するときに、自動車を輸送するときに、あの箱の中に貯蔵していた自動車を運び出して、船積みにする、そういったことに使われます。三自動車のすぐ右手にあるのが海洋科学技術センターで、深海2000、深海6000などの重
正体観測作業などを行っているのは、この太陽が観測物質センターです。そして観測物質センターからさらにこのモニタリングを行う、それとも巡視会等なども行う状況です。ここの状況は50万トンポットの巨大なドックを使ってタッパーや貨物船を使う造船所のわけですが、以前は裏側にも工場を持っていました。その裏側工場では全然設置を通じて修理を完了と戦闘は海上自衛隊の護衛艦を作るという戦艦戦艦を通じての軍事産業だったわけです。それから11回工場になって造船の環境は変わったために裏工場は閉鎖になり、奥の工場で今は大型タンカーを作っているわけですが、それとも中期間と石川市の萩間中東とは同盟でマリンユナイテッドという会社を作り、そのマリンユナイテッドが海上自衛隊の防衛艦を作っています。そのマリンユナイテッドは石川市が今、元の工場で、ヒューガー、あるいはウズローなど、大型の海上自衛隊の艦艇を使っているようになっています。なので、初めての場所が来るようになって、大型の波が強くなっていまして、風に乗って主力が上がりますので、主力が当てられない、ガラス張りのキャビンの中に入るようにしていてください。現在防災基地の中には少数の艦船しか入っていません。6号ドックを修理中のブラウビッチ、あるいは中野を参加して登録している水中巡洋艦、あるいは5号ドックに入って修理している運輸機関など少数の方で多くの方が出航しています。この電子を作るのはロマンドルーダーが日米の国境地、あるいは韓国との連携地などを繰り返して、空母と一緒との感染も、それと当面まで向かっているわけです。夏に出航して短期間のテストに戻ってきましたが、すぐに出航して、なんと帰ってこれから、12月のクリスマス前という状況になっています。もうクリスマスを終えて、1月から、メンテナンスと呼ばれる、長期の整備に入ります。整備に入って、毎週4ヶ月整備が行われるわけですから、その整備の際に放射性廃棄物が発生します。原子力空母は横須賀では原子力関係の修理は行わない、そういうふうに情報センターが初めてテストを導入した時に取り決めが結ばれましたが、メンテナンスによって放射性廃棄物が出るということは
原子力関連が漫画との作業が行われているのではないか。そのような機構が宇宙の中へ来ています。日本政府の説明では、米軍から放射能管理区域の床を拭いた雑巾とか、作業に使った手袋などが放射性の数値を示すために、それらを放射性廃棄物として区分し、アメリカ本国に送り返す、そのような説明がなされていますが、アメリカ海軍でさえ放射性廃棄物が発生する明らかに何らかの作業が行われているのではないか、そういった気持ちをまとめているわけです。作業を行っていれば、いつか必ず事故が発生する。事故が発生すれば放射能は防ぎようがないので、必ず周辺住民にも被害が及ぶ、そういったこともあるわけですが、そのことについては何度も説明もされていません。そして原子力規模のレバンドレートについてはもう一つ大きな問題があって、あの東日本大震災の時の友達作戦というアメリカ海軍が被災地を支援したときに、船体の方に近づいていって、さまざまな物資とか物資を送るところ補給作戦を行いました。ところが福島原発で発生した大きな放射性廃棄物の廃棄、プルームと呼ばれるそうですが、そのプルームがロナルド・レーガンの方に流れてきて空母を汚染した、そういうふうに言われています。そしてそのプルームを追ってロナルド・レーガンに乗っていた乗組員が健康障害を起こし、現在さまざまな障害、高齢の障害が出ているということで、アメリカ政府と日本の東京電力に訴訟を起こしました。アメリカ海軍に対する訴訟は却下されてしまいましたが、当分がその原子力災害を起こし放射性廃棄物の大気を原子力炉のロナルド・レーガンの方に向かっているのを通知しなかった、その危険を通知しなかったということによる、それによって発生した乗り越えの被害を補償しようという裁判の方は現在進行中で、これがもしアメリカで認められるようになれば、日本における補償制度にも大きな転換点になります。ところが日本政府はこの裁判に対して裁判の管轄地をアメリカの裁判所ではなく日本の裁判所に移すようにという意見書をアメリカの裁判所に送っています。日本政府の言い方のなる日本の裁判所で裁判をさせるという非常に姑息な日本政府のやり方が今進行中なわけですが、
この問題に関しての結論はまだ出ていません。船の左手に下が黒、上が白い風が一石浮かんでいますが、これはノルディック船支援船という元は日本民間の船だったと米軍が改造した船です。どんな上陸支援を行うかというと、あの船にオペチャックという砲弾クラフト型の揚陸を部隊を乗せます。そしてこのクラフト部隊を乗せた状態で、あの船に水をどんどん吸い込み、船を沈めていきます。あの低くなった地ところが海面と同じ高さになった時に砲弾クラフトを発進させ、簡単に発進終了を行うできるようにした、そういった揚陸作戦支援艦で、そういった民間船を軍用に使うさまざまな形態を最近のアメリカ軍は採用しています。軍隊の施設の柔軟性、任務の柔軟性という、そういった柔軟性を非常にアメリカ海軍は意識しています。今は横須賀新港の波の内側に入ってきましたので、これでだいぶ波が静かになっています。もう出発地が目の前で、あと数分で完璧に接岸しますが、船は接岸するときに大きく向きを変えて揺れますので、船員の方が降りてくださいと声をかけるまでは椅子に座ったままで待つようにしてください。ミカサコーナー見えた、見えてます。船館ミカサも見えます。ちょっと楽しかった。私ちょっと気持ち悪くなっちゃいました。ちょっと酔っちゃいました。横須賀です。横須賀、あ、そうなんですか。やっと着いた。写真撮れましたか？バッチリ。バッチリ。まだ映ってない。足元の情報をお聞きください。はい。
ださい。母さんがあそこでカメラ小僧みたいに回ってる。疲れた。お疲れ様、大丈夫でした？お疲れさん。お疲れさんでございました。いかがでしたか？気持ち悪い。気持ち悪かった？気持ち悪くなっちゃった。ちょっと不安。天平感とか敏感に気持ち悪かったけど。違う違う、途中まですごい元気よかったんだけど、すごい揺れたんだ。じゃあもうしげきさんの説明は何も頭に残ってない？聞いてましたよ。あ、聞いてた。聞いてたけど、ね、陸上の方はね、オールが、はい、来ました。パレードを見て、はい、それでヨロピーが今演奏。え、ヨロピー映像に入ってるの？今演奏入ってる。じゃあそのまま急ぎましょう。いやー、飛んじゃなかった。ヨロピーを反対、あれ反対になってきた。迫力あったって。迫力あった。すごい揺れたもん。揺れる方に迫力があって。そうそうそう。あ、すげきさん。奥の方は入れない。解説してくれたすげきさんです。奥の方に出雲らしい千円が見えましたね。で、長良港には海洋観測艦と掃海防艦、掃海艇がいて、まあいわゆる戦闘艦はいなかったんですけど、まあネズミ色の自衛艦が浮かんでいるっていうのは見えたわけです。なるほど。東京湾の方にはヘリコプターの揚陸支援艦ですね、うん、ヘリコプターの編隊は見えませんですか？あ、ヘリコプターの方は感じません。あ、感じなかったね。ちょうどね、関越地域でヘリコプター部隊が編隊飛行やってるぐらいの時間だった。ノースドックにいた揚陸支援艦が今ちょうど沖の方で止まってて、はい、モントポートポイント、まあ、岸壁に撃たれるよりもこちらの方が被害が少ないと思ってるんでしょうね。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい揺れましたね今日は。いいフレンドワンはね、揺れてありがとう。はい、お疲れ様です。あ、始まった。